はい、皆さんこんにちは。今日もねツイッターのダイレクトメッセージの構築見ていきたいと思うんですけども、テオこんにちは。今回は超ロマン砲デッキを紹介すると、やりたいことは一つだけ、最強カードデスフェニックスを召喚し、エメラルドミストという新しいカードのタップスキルによって全クリーチャーを手札に戻しながら手札を全除去で、そのエメラルドミストっていうのがそのタップスキルによって手札を全て戻すんやけども、まあ、デスフェニックスは手札に戻ってこう場を離れる時に相手の手札を全て捨てる能力があると。つまりそのエメラルドミストがいる状況で、まあ、デスフェニックスを戻すことによって盤面全体除去なよね、実質手札に戻して破壊するんで、全ての終焉の猛火、生きる喜び、そして全てのね運命力をね破壊していく、これ結構ね恐ろしい構築やんね。クソ強いデッキです。シールドトリガーもデモハンサーファー4枚採用で、ヒヨコどもとドラゴンも複数入っており、4ターンでデスフェニックスも召喚できると。無課金ゆえに揃ってないカードがありますがお許しください。私はこのデッキを使い、たった1週間でビギナーランクからブロンズランクまで上り詰めました。ぜひ紹介よろしくお願いします。ということで、チャンネル登録高評価よろしくね。で、まぁ、今回使う構築がね、こちらになるんやけども、新しく追加されたこのスプラッシュクイーン、一応種族がスプラッシュクイーンやから、まぁ、スプラッシュマーメイドをね、サンコススーパーレアと併用もできそうな気がするけども、タップスキルでクリーチャーすべてを手札に戻す、この2文字にすべてがね、含まれていると。エメラルドミストの効果によって、デスフェニックスを手札に戻すことによって、相手の盤面、手札、すべてのカードを墓地へ送るという2文字。やっぱデスフェニックスの構築って、やっぱ手札を戻す性能あるけど、盤面横展開ね、に対しては弱いっていうのあるから、その盤面横展開すらね、運命を与えはしないと。で、これを実現にすることで、やっぱその手札もね、捨てられてしまうと勝ち筋なくなるんで、で、こっちは手札いっぱいある状況戦えるから、その恐ろしい構築のね、建前を見していきたいと思うんですけども、まあ、早速試合の方やっていきたいと思うので、まあ、デッキをね軽く紹介していきたいと思うんですけども、バンバラバンバンバンバラバンバンビビビビビが4枚採用、それからエナジーライトサムラコウジヒトマロが4枚採用で、メギラが4枚採用、それからやってやるピーが4枚採用、それから神滅、ちくわざくらじゃが4枚採用、それから今段ね、まあどの構築の人もそう言ってると思うけども、最強スーパーレアカードデスフェニックスが4枚採用、これから我こそは全ての中にいる我は暴風竜ベルドラバーが4枚採用、それからエメラルドミスタードーナツショートケーキオタクのメガネの芯が4枚採用、まあこれのコンボ今回見せていくと、それから出直しなこの動き見切れるかプーンが4枚採用、それからデーモンハンドが4枚、まあ先ほどの DM にもあった通り、やっぱそのね第1弾である最強のス、シールドトリガーのまあカードがふんだんにこうね2属性採用されていて、まあ、4ターン目にデスメニクスと交換できて、ミメラルミストの効果によって相手のね、動きを封じる、これ結構ね隠れた、まあ、強さを持っていると思うので、まあぜひ使ってほしいなと思うんですけども、この構築がね面白いなとかね参考になったと思った方は、高評価ねよろしくお願いします。さあマッチングしました。対戦よろしくお願いします。ちょっと1戦目ねだいぶまあ瞬殺で終わってしまったんやけども、やっぱデスフェニックスの構築はね、まあ今現環境でまあ一番強いと言われてる構築やから、こざかしいな、メガネごときに私を倒せると思うのは勘違いということで計らないからね。でまあ6体目にねエメラルドミストを召喚して勝ちたよね。おおで、デスフェニックスに関しては、まあ、1枚持ってればね、まあ、不死鳥ということもあって、まあ、墓地から手札に、手札から盤面に、手札から墓地へみたいな、無限のループを刻むことができるんだ。いくぞー。出直しなー。この動き、見切れるか？バーン！やってやるっぴー！やってやるっぴー！で、これやっぱコックルピアの強いところってのは、ゼオルをね、2コストにすることができる。これが強いよね。先を目指すべ、オラが一番だべ。で、こういう時に考えたいのが、相手が何のデッキを使うのか。これおそらく天文デッキだろうなっていう、その予測をね、しっかり立てていくことが重要やと思うんやけども、エナジーライト、サムラコウジ、ヒトマロを生贄に捧げて、まあ、デスフェニックスを召喚することによってメリットは取れるというのがあるんやけど、まあ次のターンに召喚するかでもここは、まあ早めな行動重要やからね。
闇だと見るのが俺の趣味だった。べーん。さらにゼオルをもう一枚召喚。闇だと見るのが俺の趣味だ。でこれドラゴンとファイアーバードがあればね、ズビのズビのターンに、まあ、墓地からフェニックスさん蘇ってくるからね、まあ、この不死鳥の、まあ、連続コンボというものが強いと。何用だ、許さない。お前小ざかしいだ。無駄な抵抗するのはやめろよ。一気に地獄を見せてあげるからよ。暗黒竜の力を見よ。デスフェニックスよ、不死鳥よ、お前は今こそ今瞬間に運命の呪しをあげるのだ。まあここはちょっとこれ今入れ替えようか。まあなんかココルピアのが強そうやからね。暗黒王の中に生きるんだ。ゾウさんを見るのが俺の趣味なんだ。エレファントザウルスを見るのが俺の趣味だ。ペン。さらにこの、まあ、デスフェニックスに関しては、相手の手札を全て捨てだ。小ざかしいな。ヘブンズゲート粉砕。お前がどんな手立てをしようと企もうが私の前では無力。まあ、やっぱデスフェニックスの構築はやっぱその天文デッキに強いからね。足が小ざかお前小ざか踊れ踊れ俺のうんこよ。無駄な抵抗だということを俺が教えてあげるよ。じゃあ、ゼオルを無料召喚。ペーン。闇というのが俺の、さらにギメラを召喚。これでまたデスフェニックスの素材が揃っていくからね。さらにダブルブレイクによってお前のシールドを墓地送り。煉獄の炎のりよりお前は地獄を見る。地獄を見ることによって芥川龍之介が生まれる。そしたら松岡修造、北条政子、正岡子規の金玉。さあ見せてくれよお前の力をよ。どおおとお前こさいな、してくるやってくることだが、無駄なあがきだということを教えてあげようではないか。デーモンハンドを生贄に捧げ、私は強欲な壺の効果によって2枚のカードをドロー実現。来ました。お前噛み合わせ小賢しいな。なんかこのカードの効果によって破壊される心配あるから、まあデスフェニックス攻撃するしかないよね。まーずは1枚目だが、デスフェニックスが不死鳥による能力によってダメージを受け破壊された時、お前は地獄を見ることになるんだ。煉獄の炎によりお前は地獄を見る。そして地獄の中に運命の兆しを与えはしない。ペガサスの構築、お前小賢しいな。でこれもね攻撃しておこうか。まあシールドトリガー発動させないってのあるけども、あーでも難しいところであるけどね。でも破壊されるぐらいならっていうのあるよな。1枚はちょっと除去しときたいね。どちらにせよお前の運命の式が早くなるだけに過ぎないではないか。まあシールドトリガー来なければ十分なんでね。罪なる裁きに運命の裁きを与えはしない。だがこの体にゼオルが残ることによって、まあ、4000クリーチャーが残るという計算式になるからね。全ての計算式が私に運命の裁きを与える。見せてくれよお前の力をよ。だからここまでデスフェニックスで削られてしまったら厳しいよね。しかもデスフェニックスを破壊するっていう答えがないよね。破壊してしまうと、まあもちろんね、相手は負けるという2文字をまあ生まされることがあるという。まあどちらにせよお前は負けるんだ。この手札を全て捨てる能力っていうのはほんまに強いよな。まあロストソウルっていう、まあ第一のカードあるんやけど、そのカードをこう完遂してるというかね、まあその次元の終止符をそこまでの高めていく。しかも私の手札にはデーモンハードという強力な呪文カードがある。つまりこの数式から出る点はなんだ。俺が勝つという2文字にふさわしいものではないか。ブロッカーを立てないとしょうがないからね。まあギメナは攻撃できないにしろ、どちらにせよお前は負ける運命にあるんだ。まあヘブンズゲートプラス、まあ、馬のペガサスの構築は面白いな。小ざかしいな。雑魚カードを何体並べようが俺様の前では無力なんだよ。まずは1枚目。踊り続けろ。だが私の盤面を処理することはできない。カシャカシだ。デスフェニックスの効果発動。相手のフォロワー、相手のクリーチャー全てを破壊。暗黒竜の中に生まれるし者は私の正義をくださん。地獄を見せてあげるよ。デーモンハンドの効果によって相手のクリーチャー1体を破壊する。
まあどっちのがうざいかって感じやけども、これ難しいとこであるよな。トリプルブレーカーのがちょっとうざいかな。ここはじゃあここ消化しようでしょうか。ペーン、さらにゼモルはね、ステイヤーを持ってるんで相手のクリーチャーを破壊できるんだ。ペーン、スミナルさ、やっぱねシリウス残したね。なんかスレイヤーの能力、これがデスフェニックスの力だ。私に反逆の呪しを与えること、パンチアカスのひも球みたいな感出すなお前。おお、だからその攻撃しないということが私にとっちゃね、まあ安堵を与えるじゃないけども、まあ有利な状況をね作るという2文字になるからね。現れよまずお前のクリジョ召喚。恐怖の中に滑るのは我は暴風竜ベルドラだ。自分の墓地からクリーチャー1枚を手札に戻す。そしてゼオルが次のターンに召喚されることによって新たなデスフェニックスの兆しを生むことができる。お前小賢しいな。マナ加速をすることによる正義は私には通じないんだよ。おお、ならば地獄の底へ舞い落ちるデスフェニックスの番。でもデスフェニックスを出す意味がないのか、ここに関しては。7マナの動きをこう見ていくのかって感じはするよね。まあデスフェニックスはどっちももらえるか、そうしようか。行くぞ。私には甘美なる世界が見えているんだ。行くぞ。デスフェニックスを墓地へ送ることによって不死鳥の効果。闇と中に行くのが私の正義だ。さらにメギラを召喚。破滅の光を降らせてやるぜ。ね、やっぱそのデスフェニックスの強いところっていうのはそのまあこのゼオルっていうカードでまあ冠水することができる。お前こっすら悔しいな。お前こっさ、それは小賢しいな。お前小賢しいぞ。イソギンチャクがもう許す。いやそれシールド1枚増やしやがってよ。暗黒領のさなかにだかり運命のさなかを与えよう。だからデーモンハンドの能力によって貴様のカードを取ることは可能だが焦る必要性はないな。こういこうか。なんかそのいやらしいカード、なんか塾が大変なカードが来た時にやっぱ召喚するっていうのが強さやね。ただこの非文明と自然文明があるっていうのがまあ私からするとちょっと怖いっていうのあるよね。そのボルバルザークを引かれる可能性、それが一番怖いよね。まあおそらく入れてると思うよね。そのボルバルザーが来た時にそうどういう風な展開をしていくのか。お前輪ゴム巻くな。輪ゴムマンがよ、小賢しいぞやってること。だがトリプルブレイクで私の魂を殴ることはできない。次のたりデスフェニックスをまた蘇らせてあげるからよ。その進化クリーチャーをなんやろうな、そのいつでも呼び戻すことができる素材の総数があるっていうのがやっぱり今季強いよね。猛火を受けよ。だがその猛火すら私には届かなかった。運命の最中は私には通じなかったんだ。暗黒竜の最中の中に竜のドラゴンを見ようではないか。ここまで来ればちょっとデーモンハンドちょっと一旦入れ替えようか。新たな世界を道筋として与えようではないか。まずドローソースを見ていこうか。バーン、まーずは1枚目、さらにコッコルピアを召喚させてもらうぜ。やってやるっぴー。さらにゼオルを召喚することによってゼスミニクスを墓地へ送る。闇と中に生きるのが私の定めだ。これで私はデスフェニックスをもう一度奴を復活させるんだ。王政復古の大号令。徳川慶喜、北条政子、見せてみろよお前。だからなかなか粘ってくの小賢しいな。無駄な抵抗だということがまだ分からぬか。あの1枚使わないの小賢しいな。おほエメラルドミスト、小賢しい。面白いカードを引いたじゃないか。私にさらなる正義のもとを与えようとでも言うのかね。地獄の最中より運命の兆しを与えるとでも言うのかね。暗黒竜の力を見るんだ。エナジーライトサムラコージ一丸を生贄に捧げ、今こそ時を見せてあげよう。面白いものを見せてあげるぜお前に。驚くだろうな私の力の前に。メギラを召喚、さらにエメラルドミスト召喚。世界はなんて美しいのだろうか。地獄のさなかの中に運命の兆しは与えはしないと言っているじゃないか。やるね。まあ、ここちょっと処理していこうか。これうざいからね。まーずは1枚目、
しっかりうざいカードを処理することによってね、反撃ののろしを一切ガス与えないようなすね、ような構築レベル、エメラルドミストを召喚することによってデスフェニックスを降臨させる手立てを与えるというものだ。終わりにしようじゃないか、運命ののろしさえ与えはしないという、猛火を受けろ。次のターンから地獄の猛火が始まるぞ。運命の時は来た。デスフェニックスの全ての素材の中にお前は運命をかざすことになるのだ。運命力の中にカタスペルスリーの力を与えようではないか。あの1枚のカードが気になるところではあるけども、無駄な抵抗という2文字の中でお前は負けるという運命をかなければならない。制服こそが私の力だが、お前はもう負ける運命を感じるざるを得なかった。もちろんブロックだ。すべてのクリーチャーを破壊する性能をお前に見せてあげるからよ。運命の力は、運命さえも時は来た。そして運命の時は来たんだ。これでもな、エメラルドミストのこのタップスキルでクリーチャーを手札に戻す能力がいかにって感じやんね。まあこれね、小賢しいだ。でもデスフェニックスがある限り無料、でもね、すぐだって難しいな、これ。破壊した場合に相打ちになっちゃうから、デスフェニックスを召喚した場合にエメラルドミストの効果によって戻す能力、あ、でもそれいけんのかな、効果、いくで。まーずは1枚目。あ、これでいいんか。ブーン、増産を見るのが俺の趣味なんだ。さらにエメラルドミストのタップスキルの能力によって、デスフェニックスが手札に戻るやけど、その瞬間にデスフェニックスの効果が発動。あー重い、アンコウ。これがデスフェニックスとエメラルドミストの効果だ。見たかお前この力。お前だからそういう小賢しいことすんなよお前。行くぞ。お前そういうさ、イソギンチャクの端くれみたいなことしてくるんじゃないよ。エメラルドミストを生贄に捧げ、もう私のやることはただ一つやからね。だがどちらですよ、デスフェニックスの前らは無力だということをお前は感じるしかないんだ。ギメラを召喚し、さらにデスフェニックスを降臨させる、それことがお前の負けの運命を決めな。え、これ強くない、これエメラルドミストとデスフェニックスをコンボさせて勝っていくみたいな、これはなんか面白い新世代のなんか動きになりそうやんね。